私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。山下智久、現地で出会ったタイ人が、プロポーズ大作戦のなセリフきっかけに日本語勉強していた、影響力すごい、と反響。国杉、しゃべくり007、不自然すぎる、存在抹消しなきゃいけないの？批判殺到。山下智久、タイの人に話しかけられて、撮影でタイに滞在中の山下は、タイの人に話しかけられて、明日やろうは、バカ野郎って自分が昔やったドラマの言葉に影響されて日本語勉強始めましたって言われた、と報告。最高の瞬間でした。今日も頑張ろうと思いました、とこの報告が力になったことを明かした。山下智久、タイでのエピソードに反響。明日やろうはバカ野郎は山下が主演を、務め長澤まさみらが出演したドラマプロポーズ大作戦で長澤演じる吉田玲の祖父が山下演じる岩瀬健に伝えるセリフ。この投稿を受け、ファンからはプロポーズ大作戦のなセリフだ。それで日本語勉強まで始めた。なんて影響力すごい素敵なお話を聞けてほっこりまたドラマ感返したくなってきた。など多数の反響が寄せられている。ここにあなたが興味を持っている他の傑出したニュースのシリーズがあります。正直不動産福原洋憧れの女優と共演もっともっと大好きになってしまいました。現在放送中の俳優の山下智久主演のドラマ、正直不動産に引く毎週火曜22時に出演する女優の福原洋が26日、アメーバオフィシャルブログと自身のインスタグラムを同時に更新。制服姿でのオフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。同ドラマは、夏原武氏が原案、水野光弘氏が脚本、大谷明氏が作画を手掛け、漫画誌、ビッグコミック、小学館で連載中の同名漫画が原作。山下は、口八丁で、売り上げナンバーワンを誇るやり手の営業マンだったが、ある日を境に、土地の吸い、たりによって、嘘が一切つけなくなる主人公を永瀬財地を演じ、福原は、お客様第一を志とする新人月下サラを演じる。この日、SNS を更新した福原。絵文字やハッシュタグを交えながら、本日22時から NHK ドラマ、正直不動産、第4話の放送です、とお知らせし、先週の第3話は見ていただけましたか？学生時代の月下。久々に制服を着て、そわそわしてました。ショー、と、撮影を振り返りながら、第3話、4月19日放送に登場した月下の制服姿のオフショットを公開した。続けて、マダムの大地真央さんは、本当にお綺麗で、ドキドキしながらの撮影でした、とも綴り、ご一緒させていただけて、嬉しかったです。と、コメント。と見逃し配信のお知らせや第4話の見どころについて触れ、福原の憧れだという吹雪純との共演に、すごくお優しくて温かく包み込んでくださり、もっともっと大好きになってしまいました、と述べ、ぜひ今夜も、正直不動産を楽しみください4部、と呼びかけ、SNS を締めくくった。この投稿にファンから、最高に可愛い、制服決まってます、違和感ない、似合ってる、可愛くて綺麗すぎ、可愛い、癒し、キュン、まだまだ制服いけます、素敵、などの声が殺到。さらに、サラちゃん、仕事する姿が様になってきましたね、面白い。今回も楽しみ、ちゃんと見てるよ、正直不動産、大好き、毎週楽しみ、といった声も多く寄せられている。ドラマ、正直不動産、第5話、優しい嘘、は、5月3日火曜日午後10時ほか放送予定。正直不動産パワハラ部長の意外な言葉にネットも驚く部下をちゃんと見てた。NHK ドラマ、正直不動産、の第4話が26日、放送され、主人公の上司の鬼部長大河真澄、潜む長谷川忍、ガイガイと、部下の働きを見ていたことに、ネットでは驚きの声が上がっている。この日の、正直不動産、では、永瀬、山下智久、
が勤務する戸坂不動産とライバルのミネルバ不動産が同じ物件のマンションを販売することに。壊した祠のたたりで嘘がつけなくなった永瀬は苦戦するが、同僚の桐山はあんこと呼ばれる仲介業者も使って順調に物件を売っていく。桐山は永瀬へ、早く売らないと俺が全部売っちゃいますけどと囁くと、永瀬はあんこ使って偉そうなこと言うなと反論。だが桐山は、俺は使えるものは親族だろうが友達だろうが何でも使えますけどねと言い放つ。結局桐山は3件、永瀬は2件で桐山が勝利。戸坂社長、草刈正夫から金一封を受け取る。これに大河部長は別室で戸坂社長へ、桐山は3件契約を決めましたが、あんこ業者を使いました。ですので、うちに入る仲介手数料は半分。その点、永瀬は自力で2件。実質的には永瀬の肩が上かと、と、二人の営業態度をしっかり社長に申告した。この大河部長、戸坂社長から、今は、令和、と注意されるほどの昭和のパワハラ部長。バブル期に流行ったようなど派手なネクタイと白い円のメガネがトレードマークで、今月のスローガンは、営業にさつき病はない。売って、売って、売りまくれ。と言ってはばからないように部長だ。その部長の思わぬ言葉にネットもびっくり。鬼部長さんちゃんと見てくれてる。ネクソメガネ部長ちゃんと部下の功績正しく見てるいい人や、ん？昭和体質だけど、怒鳴るは愛情の裏返し？な大河部長、大河部長って何気に人を見る目がある、などの声が上がっていた。またはその他のニュース。国杉、しゃべくり007、不自然すぎる、存在抹消しなきゃいけないの？批判殺到。元スマップメンバーのテレビ出演について圧力をかけた疑いがあるとして、公正取引委員会がジャニーズ事務所に注意処分をしたと NHK が報じた2019年7月17日から間もなく3年。その NHK ではこの4月から新しい地図のメンバーによるレギュラー番組が始まり、山下智久の主演ドラマが放送されるなど、元ジャニーズをめぐる状況は様変わりしたかに見えるが、民放各局では相変わらずのままのようだ。4月25日に放送されたしゃべくり007日本テレビ系では、民放における元ジャニーズの厳しい扱いがはっきりと映し出されることになった。この日は朝ドラヒロインを務めた川坂絵里奈をゲストに迎え、 AKB48 から女優として成功するまでの話がメインで語られました。しかし、先鋭が転機となった作品に2014年の TBS ドラマ、ごめんね青春を挙げた、再当時関ジャニ∞のメンバーだった錦戸亮の主演作にも、関わらず番組は、なんと満島ひかり主演の学園ドラマと紹介し、出演者が描かれたイラストにも錦戸だけが不自然になかった。意図的に錦戸の名前や姿を出さないようにしたのは明らか。錦戸が、ごめんね青春に出ていなかったことにされてしまっており、視聴者からはテレビ業界さすがにちょっと濃すぎやしないか、錦戸くんは存在抹消しなきゃいけない犯罪者か何かなの？といった批判の声が相次いでいます。テレビ記者、悲しいことにこうした処置は民放テレビでは珍しいことではないものの、さすがに今回は行き過ぎと芸能記者は指摘する。ごめんね青春を放送していた TBS も昨年1月、ぴったんこカンカンで過去の TBS ドラマを振り返る企画の際、錦戸や山下智久の出演シーンを出さないという編集が一部ファンの間で話題になったが、さすがに主演の名前を変えるといった歴史改変まではしていない。日テレは今年からキング&プリンスへの冠番組が始まり、現在はなにわ男子道枝駿佑やキング&プリンス神宮寺勇太の主演ドラマが放送中。恒例の24時間テレビのメインパーソナリティも嵐二宮和也ら、ジャニのチャンネルの面々とジャニーズとはべったりなので、過剰に忖度してしまったのだろうが、忖度しすぎるあまり、感覚が麻痺してしまっているのではないか。
もっとも、フジテレビは、時をかける、で、何度も元時をの永瀬智也の映像を流すなど、ジャニーズと円満退所できた人間は、明確に扱いが違うこともあり、テレビ局の意思だけだったとも考えにくい。来年1月期には、関西テレビ制作フジテレビ系列の放送で、草郷の主演ドラマが決定しているものの、一部報道では、ジャニーズ事務所との関係性を考えて、出演を躊躇する芸能事務所もあり、キャスティングが難航しているとも言われている。令和4年の今も、地上波テレビにおけるジャニーズ帝国の影響力は絶大のようだ。と日刊再造は報じた。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。